海に流されて涙を抱きしめて雨に溺れてしまいそうな毎日でも
何かを伝えようとしてる。Oh,
ない部屋で息をしていたんだ。でも違う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 勘違い、遅くなってごめんね。気づくのに空窓光白い天井、何を見てても思い出せるよ。風がさらってゆく日々で、どんなに小さな幸せにも胸を動かされていたい。ずっともっと思っていたいんだ。うわあ、すごい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 、こんなに暖かいんだね。夢みたい出たくて、2度目なんですけど、今日が最後になるやもしれない。最後の曲です。明日企画やります、都内の阿佐ヶ谷ハーネストというところで、アーカイブボリューム5というイベントを、小明治博也さん、そして、元ピールアウト現マイファニーヒッチハイカーの近藤智弘さんをお招きしてスリーマンやります。よかったらぜひとも遊びに来てください。 CD も持ってきてます。聞いてくれてありがとうございました。配信の皆様もありがとうございます。最後にシネマという曲を歌って、シネマという歌を歌って次の方にバトンを渡したいと思います。ありがとうございました。重田博成でした。Thank you.
ありがとうございました。重田龍馬でした。
芋です。芋、はい、私も大丈夫です、はい、ちょっと早いな、どうしようかな。じゃあしばしご歓談まあ、あなたが話してみる。あ、ちょっと話すの苦手なんで。あ、苦手ご歓談、それぞれの。そうね、ちょっとBGM 流せないですけど、ちょっと始めちゃったんで、はい、はい、全然大丈夫です、はい、皆さん飲み物のおかわりとかトイレとかじゃんじゃん行ってくださいね。ここ通り放題なんで、演奏中もお気になさらず。おかわりはまだいいですかね準備万端ですね。なんかでも顔の感じまた変わったね、はい、顔の感じなんか整形したみたいに言うのやめてあの、はい、あ、そうですかね、いじったりはしてないですけど、いじってはない、はい、いじってはないですね。なんだろうね顔の感じえ、太ったとか痩せたとかそういうこと。あー、どうですかね。なんか韓国の漢方を飲んで去年痩せたんですけど、それで調子乗って暴飲暴食してたらまたちょっと太ってきました。はい、なんで多分前出た時と同じぐらいになってると思います。変わらないですよ、うん、あと顔がなんか変わった韓国のはもうやめた。なんか痩せてきたからやめちゃおうって思ってやめました。でまだ家に余ってます。やったわけじゃない。そうですね。ということでやめましょうか。すごい雑談はい、どうぞ。はい、よろしくお願いします。茂木スミスと申します。私のターンで終わらせるつもりだった、つもり切った。気づけば世界に巻き込まれくるりくるり回る。鏡の中の私のします。
GG っていう曲でした。ありがとうございます。どうもこんばんは、モテルセンスと申します。よろしくお願いします。普段モテギスミスバンドっていうバンドをやったり、弾き語りでモテギスミスっていう名前で活動してたり、します。あとはだいたい何ですかね、ご飯食べて寝てますね。最近雨が多くて洗濯物が全然できない。知ってたこと
CD とか持ってきております。そこの入り口のところのテーブルに置いてありますので、まあ、よかったら見ていってください。あと周りがキラキラしてる犬のシールがあるんで見てください。300円でキラキラの犬のシール売ってます。あとはそうですね、ウーハは私すごい好きなお店で、何回も出させていただいて、いつもありがとうございます店長何かが始まったら終わるし、終わったら始まるということで、私のライブもあともうちょっとやって終わりです。今日は
足元の悪い中言い慣れてない感がすごい。お足元の悪い、お足元の悪い中お店に集まっていただいてありがとうございます。で、配信でも見てくれてる人あれか、見てる、見てる人いたらありがとうございますじゃあ最近7月に出したバンドの CD からふんっていう曲です。時間を過ごすため。
ございました。最後まで楽しんでいってください。